まあ、どっちにしても人は死ぬわけですから、その生きている期間がどれだけやっぱり健康でいられるかっていうのがやっぱり一つ大事なことですよね。同じ寿命でも死ぬギリギリまで本当に寿命を全うしてね、神様からこう与えられた生きてることを楽しんでね、寿命を迎える人と寝たきりのまま苦しんで周りの人たちにもね、ちょっとこう迷惑をかけながら、やっぱりこう亡くなっていく人生と、どっちでも選べるってことになったら、それは誰だって健康でね、笑顔でいられるような方を選びたいですもんね。それをやっぱり叶えてくれるのがやっぱり幹細胞なんで。幹細胞はどんな変化があったんですか？そう、私も日常生活ですごく睡眠の質が上がったりとか、ちょっとこう疲れにくくなったりとか、そういう小さな気づきたくさんはあるんですけれども、大きく言うと私2つ変わったんですね。1つはまず花粉症が治りました。私23からずっと花粉症で、花粉症の中でもおそらく重度の花粉症だったと思うんですね。普通のこうくしゃみをする瞬間で目の眼球の毛細血管切れて方って私見たことなかったんですよ。私は激しいくしゃみで、もう目の中が普通に内出血するのが当たり前の、そういう花粉症だった私がですよ。幹細胞を投与して入れた初めて迎えたその年、花粉症の症状が一切出なかったんですよ。で、入れたその年、もうすぐじゃないですそうなんです、そうなんです。私11月3日に去年の11月3日に投与をして、大体その幹細胞投与して3ヶ月から半年ぐらいかけて、お体をね、ローミングしてパトロール、悪いとこ見つけてしてくれる。ぐるぐる回ってくれそうるんですなんよです。ね。ちょうどまあ大体その3、4ヶ月ぐらいが、まあまあ私の花粉症シーズン到来の時期だったんですけど、まあタイミングも良かったのか、本当にその年毎年のようにもう耳鼻科に行って花粉症の薬を大体マックス3ヶ月分処方してもらってたんですよ。そういうのがもう一切なく、もうなんか去年、あ、今年の花粉症って結構ひどかったって聞いたんですけれども、何にも出なかったんですよね。だからこれがまず一つ大きな変化でした。でもう一つが、もう実はですね、私自分が頚椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間板ヘルニアだっていうことを忘れてたんですけど、私実は今年の6月に朝起きると突然首が回らないくらい激痛が走ったんですね。辛くて動けなくって、でずっとこう湿布と痛み止めのね、ロキソニンでこうなんとか過ごしてたんですけれどそも、んなんじゃ治らないでし治らょ。ないんです。歩くのも大変で、でそれは困ったっていうことで、もうすぐに私幹細胞を2回目の投与を決めたんです。痛みさえ取れたらいいなって、日常生活が送れるわけですよね、痛くなければ。だからそれを目的でやったところ、投与して大体2、3週間後ぐらいですかね、痛みがね、なくなったんですよ。本当に私当時手術しないといけないと言われてたぐらいひどい多発性ヘルニアだったんですけど、もう幹細胞を投与してたった2、3週間で元の状態に戻りました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とベルのマークを押していただくと見逃すことがございませんので、ぜひよろしくお願いいたします。